1999年4月29日生まれの永峰沙羅です。よろしくお願いします。はい、と一言で言うと、自分の殻を破りたかったからです。大学生活の中ですごく淡々と日々が過ごしていく中で、何かやりたいと思って、で自分に何ができるかなと思った時に、子どもの頃から持ってた自分の夢を今挑戦したいと思って挑戦しました。すごくなんかこんなにも人生で応援される経験ってなかなかなくて、目指してる期間もそうだし、私がやりたいって言った時からずっと、もう家族もそうだし、周りの友達も、そうだし、その私をサポートしてくれてる人たちがどんどん増えてって、どんどん、なんかウェブ投票もあったので、今日チアしたよとか、応援してるよとか、頑張ってねとか、すごいその言葉が嬉しかったし、会場に行ったら初めに着物審査だったんですけど、そのランウェイトップに行った時に、もうこんなにも、もう四方八方からサラサラって言ってくれて、あ、こんなに私の応援団がいるんだっていうのも、もう着物審査の時点で泣きそうになるぐらい嬉しくて、でそれでスピーチをした時に、本当に心からの感謝の気持ちと一緒に、その応援してくれてありがとうってメッセージを伝えられたっていうのが、本当に嬉しかったしです。でだから感謝の気持ちで今すごくいっぱいなので、何か、もっと何かしたいって、なんか社会が良くなるためにも何かしたいってもちろん思うし、周りの人たちをもっと大切にしたいと思うし、感謝を伝えていけたらなと思ってます。青学に臨むことは、挑戦してみる人たちを応援する場所にもっともっとなっていったらいいなと思います。私の周りの人たちはすごく何かしたいとか、周りのために何か、自分ができるんじゃないかとか、志を持った人がいたり、そのやる気に満ちた人がいたりとか、すごく私自身も影響を受けることがあって、尊敬する周りの人たちが多いんですね。みんなそれぞれやりたいこととか、やってみたいこととか持っていると思うので、そういう人たちを応援する場所に青学がもっともっとなっていったら、いいなと思います。